前回ですねの東京モーターショー、2009年のモーターショーは、まあ、残念ながらその金融危機の後だったということもあって海外からの参加者もなくてですね、来場者の方が61万人と、その前140万だったですからもう激減したわけです。で今回の東京モーターショー、2011年のモーターショーはですね、まあ、日本で震災が、まあ、大変日本も円高いろいろ厳しい状況なんですが、その中でも日本の自動車メーカーまだまだ強い、まだまだいろんな技術製品を持っていてですね、まだまだ世界にアピールできるものがあるんだということをですね、世界中の皆さんに示すことができる、そういうショーにしたい。で今回のモーターショーのテーマはですね、世界は車で変えられるというモビリティキャンチェンジワールド、これをテーマにしました。で各社がですね、いろんなアイデアを出して車の先にあるもの、あるいは車が持っているもっともっと広がった可能性、そういうものを表現できたんじゃないかなと思いますね。これからその会場にぜひぜひ多くの方が足を運んでいただいて、この日本の自動車の産業の強さ、それを実感していただくとともにですね、まだまだ車の可能性の広がりを味わっていただきたいと、そう思いますね。日産はご存知の通りゼロエミッションリーダーシップ、ゼロエミッションモビリティ、そういう社会を作っていこうということで様々な提案をしているわけですけれども、車の中でも広がりが、この S プロは電気自動車ですけれども、ものすごい加速性を持ったスポーツカーですね。でこういうコンセプトによって電気自動車ゼロエミッションの車自体の広がりをお客様に味わっていただきたいな。そしたら電気自動車ただのそのエコ、つまりエネルギーをセーブする、あるいは CO2 を出さないという、そういうエコの車だけではなくて、もっとその先にある車としての楽しさ、本来持っているですね、そういうものを味わっていただけるんじゃないかなと、そういうように感じます。